ここが我々のアトールだ。私は保安官の政治、ここにいるみんなの安全を守るための責任者をしている。そして副保安官のニック、おひっくりさん、皆さんどうでしょう。さあ早速だが皆さんにお願いがある。私たちが住んでいるこの場所、実は大変危険な場所なんだ。なぜなら、この壁の向こうには、ニックを率いるスモーカーという凶悪な侵略者がいる。奴は多くの武器を持っていて、かなり危険な連中だ。もちろん、見張りは我々の仲間がしているので、皆さんには、それとは別のことに協力してほしい。それはな、もしスモーカーズ奴らがここを襲ってきた時には、皆さんが我々の新しい仲間として一緒に戦うことだ。今からはその戦い方、ブーリックを全員に教えよう。じゃあみんな、まずは両手を上に上げて、待ちます。何分かかっても待ちます。さあ手を上げてないやつを探せ。力上げて、両手上げて、手元をポチポチしない。手を上げて、両手、あいつは本当の。じゃあみんな手を上げた親指だけを出して、出した親指は下に向ける。そう、この手を襲いかかってくるスモーカーズへ向けて、思いっきり振れ。笑ったやつ、後でここに落とします。ちゃんと覚えてるからね。でもな、俺たちがみんなにやってほしいブリングは手の上だけじゃない。もう一つ足も一緒に使ってもらいたい。みんな足はこうやって思いっきり踏みつけて、音を鳴すんだ。最初にもっと強く、やる気を出せ。もっとしっかり、もっと早く、もっと早く、横の人を気にするな。もっと行け。ストップ。これで手の足両方の使い方を覚えたはずだ。じゃあみんな手の足両方同時に行くぞ。構えて、構えて。あ、スモーカーだ。はい、みんなちょっとあったかいかなって、眠たいか。全然体が動いてない。みんなならもっと力強い勉ができるはずなんだよ。あんな聞いた、こんないい勉強なんでこんな動いてないんですか。確かにこれだけはいい勉強に、みんなの体は全然動いてない。準備体操しましょうよ。準備体操、はい、いいじゃないか。みんなと一緒に体を使う準備体操をやろうじゃないか。首を回す。なんだこれは。みんながちゃんとやっている。手を回す。なるほど。早く。早く。いいな。これは肩が痛いから回さないとか。しっかりやって。難しくないか。もっと回せ、もっと回せ、もっと回せ、もっと回せ。
頑張って学ぶものだ。すっかり教育する軍軍できるんじゃないか。ケイタお前が引っ張っていけ。水上要塞を築き生き延びるために日夜戦っている。彼らの願いは本物の乾いた土地ドライランドを探し出しそこに移住すること。しかし悪の帝王ディーコンの率いる凶暴な侵略者たちスモーカーズは誰よりも早くドライランドを発見し支配しようと企んでいる。ディーコンに立ち向かえる者は誰もいなかった。あの男が現れるまでは。女性を発見。あ、もう一度エレンだ。すぐ直せ。ゲートを開けろ。エレンだ。帰ってきた。帰ってきた。ゲートを閉めて。ダンス、リハビリを続けて。大丈夫。どっち行く？
に合図だ。今笑ったやつ全員立ってスタンダップ。あ、笑ったの。待て、ここにいるやつが必要になる時があるかもしれん。こいつは始末だ。座っていいや。兄弟たちよ、お前たちなんかと兄弟になるつもりはない。そいつを黙らせろ。みんなガキいいぞ。黙れなんて二度と言わせるか。で、何だった。ああ、そう、哀れな子供たちよ、魂をなくした民たちよ、ある情報がこの俺様に伝えられた。誰かが道を知っていると、行き先はドライランド。そうだ諸君、ドライランドだ。我々は道路を敷き、車を走らせる、上質な土地を整備し、優雅に歩き回る。そして18番ホールにはこの俺様の記念碑を建設するのだ。そんなこと私が許さない。マリナーもね。おい、ゲートを閉めろ。半分魚のお前の連れか、俺様の目をえぐり出してくれた野郎だ。女を話してやれ。どうだ。いらない。俺様と対決したいのか。いいだろう、ゲームをしよう。女を見張ってろ。おい、何か見つかったか。この男です。土を持ってました。おお、土か。なるほど。なあ、お前たち、生き方を知りたいよな、ドライランド。さあ、ゲーム開始だ。最初に話してくれたやつが生き残る。どうだ。やめて、彼は知らない。へえ、
で生き残りだ。そしてあいつの負けが決まったな、そいつを落とせ。待て、行ってみろ。だがコツをつかんだぞ。
せ。誰もいねえ。みんな死んだ。マリナーもな。流れ。お客様の安全確保のため、一列にもお座席より前方の現状はご
と使えるように